駿河屋で買った1000円オリパポケモンカード開封していく。2つ入ってるバッグ、そして怪力。TikTok にあるポケモン開封ゲームをやっていきます。これね、変なカードが出てくるんですよ。こんな感じ、気持ち悪い。なんでこれが出てくるね。前回買った駿河屋のオリジナルパックから出てきたポケモンカード開封していく。行ってきます。ロムシス、ポケモンカードサイバージャッジ開封していく。最初はエレブから、ハトウボウ、チキシカ、おお、次か、当たりは次か、